皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、久しぶりに私が性別を男から女に変えて感じたことや思ったことを話していく暴露動画なんですけども、ここ最近ですね、ツイッターに設置している質問箱、まあ、いわゆる DM みたいな、まあ、そういうものが送れる箱があるんですね。でそこに中学生の男の子から、将来私は性別を男から女に変えてかのんさんみたいにこうなりたいんですよって、その中で手術を検討してるんですけども、おちんちん切る方法どっちがいいですかみたいな、で今うんみたいになるじゃないですか、おちんちん切る方法みたいな、そこを今回お話ししていきます。簡単に最初に説明すると、おちんちんを切る手術ってまああるじゃないですか。でそれにもいっぱいいろんな種類があって、おちんちん切っても穴は作らない手術っていうのもあったり、おちんちんを切って穴を作って、もう本当に出産とか、まあ、生理とか、まあ、そういう、まあ、女性の機能以外はもうほぼほぼ本当の女性のように下半身を変身させられるみたいな、まあそういった手術もあるんですけども、その質問投稿主の子が悩んでるのが、おちんちんを切って穴を作りたいんだけど、そのまた穴を作る手術の方法に悩んでるみたいな、かなりちょっとややこしくなるんですけども、そこを話していきます。まずですね、おちんちんを切って穴を作る手術にも大まかに2つ種類があります。まず1つ目がおちんちん裏返し大作戦で、2つ目が超再利用大作戦。ちょっとバカみたいなこと言っちゃったらちょっと怒られちゃうから、ちゃんと説明しますね。おちんちん裏返し大作戦っていうのは、正式名称で言うと反転法という手術なんですね。で超再利用大作戦っていうのは S 字結腸法っていう名前なんです。で私がしたおちんちんを女性器に変える手術の名前は S 字結腸法なんですよ。でその質問をくれた子が悩んでるのが、私は反転法の方がいいんですかねみたいな、ちょっと S 字結腸法は怖いからなみたいな、だから要は私にどっちがいいのかアドバイス欲しいっていうことだと思うんですよ。ただ私はおちんちん裏返し大作反転法ですね、それはやったことないんで、ただ実際に私の周りの元男の子知人に結構ですね、反転法で手術をした方もいるので、どっちの手術がいいのか分かりやすく説明している記事があるんで、その記事を読みながら私の体験談とその記事の内容をちょっと比較して、メリットデメリットを話して、最後にあなたはこっちの方がいいかもしれないみたいな、まあ、そういうのを話していけたらなと思います。ちょっと目次ここに書いておきます。これを今から話していきます。まず最初にですね、反転法と S 字結腸法ってどんな手術なのっていうことをちょっと説明していきます。まずですね、反転法の手術の簡単な説明なんですけども、おちんちんを裂けるチーズだと思ってください。裂けるチーズってさ、ピヨーンって立ってたらさ、こうなってるじゃん。でそのこうなってるところを全部裏返して体に埋め込んでいくんですよ。でもなんかもう想像するだけちょっと怖くなってきちゃったけども、ちょっとついてきてください、頑張って。で私がやった S 字結腸法っていうのは、おちんちんをスパーンって切って、で切ったところに穴を開けて、腸をですね、体の一部からちょびっと切って、で腸って空洞じゃないですか。でその空洞を女性器の穴に見立てて、体に開けた穴のところに腸を設置するの。そうすることで、なんか本当にもう女性器みたいな感じに作り変えちゃうんですよ。まあそれを私はやってるんですけども、で私からしてもその反転法みたいな、おちんちん裂けるチーズみたいのは結構、まあ、未知なんですよね。だからみんなと一緒にこの動画で勉強していけたらいいなと思うんですけども、まずここの記事に書いてるのが、反転法のメリットっていうことなんですよね。でそこにね書いたのが、体への負担が比較的小さいっていうことなんですけども、確かにそれはめちゃめちゃある。なんでかっていうと、 S 字結腸法、私みたいな人ってさ、女性器の穴に見立てるために腸をさ一部切り取ってで来るわけじゃないですか。ってことは余分に体にダメージを与えてるわけなの、私みたいな人だったらもう避ける手術だけでいいよねみたいな、そういうことですよね。あとは手術料金が比較的安い、それも確かにそうかもしれない。だって避けるチーズの方だと、もう避けるチーズ以外手術しないから、まあ手術箇所1箇所だよねっていうことですよね。ちょっと怖いけど、医療従事者の方見てたらごめんなさい、間違ってたらごめんなさい、あくまでもこれ私の。これびっくりしたのが、感度がいいらしいみたい。
え、本当に感度いいんですか。あ、そっか、そもそもだっておちんちんを再利用してるから、そりゃそうか、神経がちゃんとうまく伝わりやすいんですかね。この私青木はですね、 S 字結腸なわけなので、おちんちんを再利用するっていうよりかは、腸を通してそっから体の神経に伝わって感度を得るっていう方向に行くわけじゃないですか。だから、まあ、避けるチーズよりかはちょっと遠回りするよねみたいな、その感度が。あとこれもなんですけども、粘液の心配が少ないってさ、え、どうなのかな。要は結構リアルな話になっちゃうんですけども、女性器ってさ、男性との営みをする時とかもそうなんですけども、要は分泌液が出て滑りを良くするじゃないですか。でね、私がやっている手術 S 字結腸法っていうのは、腸のその一部を再利用して穴を作ってるから、だから私もですね、女性と同じように腸液だけどもちゃんと潤滑するんですよ。でもさ、反転法の人って、要はおちんちんをこうやって一回避けるチーズにして、それでこうやってるわけでしょ。粘液が少ないのって、これメリットなんですか、滑らなくない、わかんないけど。したらですね、逆に私がやった S 字結腸法のメリットお話ししていきます。まずですね、腸を再利用しているので、その管じゃないですか、だから手術をした後でも穴が塞がりにくいんですよ。そうなんです。実はですね、私たちみたいな性別を男から女に変えた人って、おちんちんを切った後からが特に壮絶なんですよ。なぜかっていうと、もともと体にない穴を作ってるわけですよ。いわゆるピアスと同じなので、ピアスってさ、穴を開けた直後って塞がらないように透明のピアスとかで固定しておきません？それと同じで、作った女性器の穴も手術直後からしばらくはですね、1日に数時間透明のダイレーションっていう、もう本当にこんぐらいのゴム太の棒をですね、ピアスの穴にこうやって、だからもう要は傷口ですよね、肝心の傷口の穴にこうやってやって、穴が塞がらないように透明のピアスみたいな感じで穴を安定させる作業をする必要があるんですね。でも私がやった S 字結腸の方法の手術の場合だと、腸の管を使っているので、もともと空いてるじゃないですか、腸ってそもそもね、空洞だから、このダイレーションっていう作業がそこまで負担になりにくいよっていう。逆におちんちん再利用した避けるチーズの手術は、特にこのダイレーションの作業が大変だよっていうことです。でもね、この記事だとさ、 S 字結腸法の人はダイレーションそんなに辛くないみたいなこと書いてあるけどさ、いやいや、めちゃめちゃ大変だったけどなって。だって傷口をえぐってんですよ、自分で。だってえぐんないとね、100万以上かけて作った穴が塞がっちゃうわけだから、それはもう本気でえぐりますよ。じゃあそれ以上に大変ってことか。あ、やっぱりここに書いてある、反転法の方の方がダイレーションが大変だって。やっぱそうだよね、傷口をえぐっていく感覚は反転法の方の方が強いかもしれませんってことですね。もうその時点で私、反転法は、あ、避けるチーズはおすすめできないですけどね。で、次のメリットが、穴の深さの制限がないっていうことなんですけども、確かに、まあ、大体合ってるっちゃ合ってるんですけども、女性器の穴って、まあ、手術する前にですね、お医者さんから、青木さん、穴の深さどんぐらいがいいですかみたいな、なんかそういう感じの相談ができるんですよ。で、大体じゃあ10何センチから何センチぐらいにしたいですみたいな、要は男性器を受け入れる、まあ、目安になるじゃないですか。ただ避けるチーズの場合だと、要は自分のおちんちんを裏返しにして体にのめり込ませてるわけですよね。だからその穴の深さの自由度が、私たちみたいな腸を再利用した人たちよりかはちょっと制限があるよみたいな感じだと思うんですよね。で、よく聞くのが、避けるチーズの手術の場合だと、おちんちんがちっちゃい人はあんまり向かないよみたいな、それよく聞きます。そうだよね、だって深くできないから、おちんちんじゃかったら。そしてお次のメリットが、自己浄化作用がある。ああ、まあでもそれは確かに、要は、まあ、腸管を再利用してるんで、腸液、要はさっき言った女性でいう潤滑液みたいな、まあそういうのが勝手に出てるんで、例えば中が汚れたとしても、まあ、比較的避けるチーズの人たちよりかは清潔って言ったらどうなのか分かんないけども、まあ、常に濡れているので綺麗に比較的なってますよみたいな。って言っても、本来の女性と違って、穴の奥は子宮がないので行き止まりなんですよ。なんで結局ちゃんと掃除しなかったら、その行き止まりのところに汚れたまりますよね。だからそれもあんまりメリットではないんですけども、でも反転法の人だと、ああいうの粘液とかがないから、もう乾いた状態で常に汚れがたまりやすいっていうことなのかな。いや、ほんでも支給してほしいよ。
まあいろいろ話したんですけども、まあ、最終的に私がその方に勧めるのであれば、やっぱり自分と同じように S字結腸法がいいのかな。どこにメリットを出すかですよね。青木的にはちょっと申し訳ないけども反転法にあんまり良さを感じないんですよね。ただいやそうだな、 S 字結腸、私の手術に壮絶なデメリットあったわ。それはですね、今私が参考にした反転法のなんかメリットとかデメリットの記事に書いてなかったんですけども、匂い問題ですよね。いや本当に私こんなことネットで言いたくないんですよ。だってね、避けるチーズの手術してる人は分かんないですけども、私がやった S 字結腸法の手術はですね、死ぬほど手術直後は臭いです。もう手元に斧があったらもう下半身落としてもいいんじゃないかっていうぐらいめちゃめちゃ臭いんですけども、だってね、想像してくださいよ。手術直後って、まあもともと体にない穴を作ってるわけだから、傷口ですよね。傷口、血、体液、そして腸。まあいろんなものが混ざり合うわけですよ。ちょっと皆さんに想像していただきたいのが、まず体にもともとない穴を作ってるわけなので、いわゆる傷口じゃないですか、穴はね。で、その穴にですね、自分の体の体内にあった腸を設置するわけですよ。もう想像するだけでもめちゃめちゃ臭いんですけども、やば。まあちょっと汚い話になっちゃって申し訳ないんですけども、手術直後っていうのはやっぱり腫れとかさ、可能とか海とかいっぱいまあ出るわけですよ。だからまあそういう海とかが混ざったもうとてつもない匂いを、女性器の穴が安定するまではまあしょうがないけど匂いが出ちゃうんですね。まあただその匂いがずっと出るかって言ったらそうではなくて、まあ大体私の場合だと3ヶ月ぐらいで収まったんですよ。もうほとんど無臭になったんですけども、どんな匂いかって言われたら、私中学校の時に、私野球部だったんですけども、1年生の時に雑用でドブさらいみたいなさせられてたんですね。結構ね、そこのドブのところにタバコの吸い殻とかもういろんなもうゴミとかがもうめちゃめちゃ溜まってヘドロとかあったの。なんかそれといい勝負なんじゃないのっていうぐらい、もうこれ本当に、いや今みんな笑ってると思うけども、もう下水のレベルではないっていう、本当そういう匂いがするんです。でもさ、その反転法の人って、まあ、腸ってさ、だってあれじゃん、うんちとかさ、なんかもともとそういったものが通るとこだから、まああまりいい匂いなものではないと思うんですよ。でもそれを使ってなく自分のおちんちんの再利用をしている穴なわけじゃん、そっちは。だからそっちは匂いあんまりしないんじゃないかな。どうなのかな。これあくまで憶測なので、私はその手術を体験してないから、周りの話とか聞いた限りだと、まあ、S 字結腸はやっぱり匂うよねっていう話。ただその匂いを乗り越えられるのであれば、私はその中学生の子に、まあ、ちょっとね、お腹の方も手術する、要は二重手術するわけなので、体へのダメージ大きいけども、勝手がいいのはやっぱり S 字結腸なのかなと思います。まあ最終的にはあなたが決めるっていうことだと思うんですけども、青木かのんは S 字結腸法をおすすめします。もう匂いを思い出して気持ち悪いんですけども、この辺で動画終わります。もしこの動画が少しでもためになったって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok とノートもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。